浜田さんね、はい、結婚されて、はいはいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。広いをやられて、僕のプチドッキリとしては、あの千秋と遠藤君を並べて座らせたというところがねポイントではあったんですけど、ね、並べて座らせた、はいはいはい、それびっくりした。そしてあの夫婦円満の秘訣を二人に聞くっていうこれは結構起きました。そんなことがあったんですか。そうですね。それは文句は言われなかったんですか。全然あの美味しいところをありがとうって千秋からも、ね、ありがとう。素晴らしいですね、あの二人はね。